最近負けが込んでるようですが、今年はまだまだプラスなので心の余裕がありますね。そうですね。やっぱ年間プラスを最低限としてるので、やっぱ年間マイナスになったことがないから、年間マイナスになったら多分相当精神的に厳しい気がしてるんですよね。やっぱり。ちょっと来年怖いんですよね。なんか今年で19年連続プラスなんで、なんか来年20年目じゃないですか。20年連続プラスにしたいと思っちゃってる自分がいるんで、なんかイコールこけるのかなとかちょっと思うんですよね。そういうの。そういうしょうもないことを考えちゃうと危ない気がするんで、来年ちょっと怖いなと思ってますけど。まあまあ、いつかはね、だって、そんな死ぬまで毎年連続プラスなんてできるわけないわけだから、いつかは途切れるんですけど、でもまあ、途切れた時の喪失感みたいなのは大きいなと思いますね。きっと。プラスになってる時に毎点しそうになったら、プラスの時に決済しますか？それとも初めから思っているロスカット位置まで待ちますか？ああ、初めから思っているロスカット位置まで待ちますね。毎点しそうとか、その含み益とかの数字は見てないんで、結果的に後から知ります。こんばんは、お疲れ様です。テッサさんが7月にマイナスだった理由をちょこっとでいいので、こっそり教えてください。この全体の下げが続く感じですかね。なんですかね、7月。僕、ほんと1ヶ月通してやって、今月何やったかって全然覚えてないんで、ただ7月はもうやることなすことというか、ずっと負けてたイメージがありますね。何でとかもう分かんないんで、ほんと何十銘柄とか持ってたら1個の銘柄にめちゃくちゃ突っ込むってあんまりないんで、なんかたまにあるんですけどね、結構な金額入れて、でもそれずっと引っ張ってるんで、引っ張ってたりする、何ヶ月も持ってたりするんで、7月どうみたいな感覚あんまないですけど、そういう長いやつは。でもなんか7月は多分時間軸短いやつでもずっとやられてた気がしますね。情けないのは日経そんな下がってないから、それで負けたのは、まあそういう時期はあるんで、まあしょうがないですね。テスラさんって実在するんでしょうか？もしかしてこれはもう AI の時代に突入してる可能性もありますからね。多分実在するとは思うんですけどね。さすがにこれ AI だったらちょっとまだ進みすぎてる気がしますけど。よく初心者の人で自分で値が動かせた方が有利だよねみたいに思う人っているんですけど、あれは全然そんなことなくて、例えば100円の株があるとするじゃないですか。じゃあ100円で100万株買いたいと。自分の資金的にはまあじゃあ100万株ぐらい買いたいと。でもそれが1万株だと100円で全然買えても、100万株だともうすごい110円まで買わないといけないみたいな。それでようやく100万株買える。これ値が動きますよね。平均105円で買うっていうことになるじゃないですか。なるというか、その至ってきて、じゃあ平均105円で買いましたと。で、株が110円になりましたと。でもこれって100円で買いたい株を105円で買わないといけないことになってるわけですよ。なのでもうすでに5円分、もう5%損してるわけですよね。本当に買いたい。これは1万株だったら100円で買えるわけですよ。売るときも同じで、100円で売りたいと思っても、その板がないと売れないわけですよ。じゃあそれで90円まで変わりましたってなったらまた95円で。でもそれが例えば1万株だとすぐ100円で売れたりするわけですよ。なので100円で買って100円で売るっていうことを1万株だったらできたのが、全く同じことをしようとしても105円で買って95円で売るみたいなことになっちゃうんですね。そうなるとめちゃめちゃ不利どころか、もうやっぱ絶対勝てないじゃないですか。なので資金が大きくなると、そういう薄い銘柄はできなくなるし、スキャルピングそのものがまあできなくなってくるんですね。そうですね、それを流動性と言いますね。なので全然有利じゃないんで、もうめちゃめちゃ不利になるんで、スキャルピングにおいて資金があればあるほどどんどん不利にはなります。ただ金額で言うと全然同じ10%でも、1億円の10%だと1000万取れますけど、100万円で50%取っても、500万円しか取れないので、金額的にはパーセントは低くなっても金額は増やすことはできますけども、不利にはどんどんなっていくんで、パーセントはどんどん下がっていきます。なのでそもそもパーセントで考えるのも、まあ意味ないですね。資金が大きくなるとパーセントは絶対に下がっていきますから。なのでよくパーセントで考える人もいますけど、あれもあんまり意味ないですね。生涯現役ですか？生涯現役は無理だと思いますね。僕はもうすぐ勝てなくなると思ってやってるんで、もうすぐじゃないでしょうか。
なんでもうすぐ勝てなくなると思うんですか？いろんな感性とか体力とか集中力の持続時間とか反射神経とかいろんなものがどんどん年齢とともに衰えていくと思っているので、まあ、そういうので勝てなくなるんじゃないかなと思ってます。それに抗ってなるべく抗って頑張ってるつもりなんですけども、まあ、年には勝てないというか、スポーツ選手で例えると分かりやすいと思うんですけど、どうしたってトップレベルではやれない時が来ると思うので、トップレベルって僕は別にトップレベルじゃないですけど、その勝つということがトップレベルと置き換えたらいつまでも勝てると思ってないっていうことですね。まあもちろんそれに反していつまでも勝てればそれに越したことはないんですけど、まあ、この人はずっとこれからも勝っていくんだろうなって思ってた人たちがそうじゃなく消えていったのをたくさん見てきましたから、それぐらいの勝てると思ったらその時がもう天井で勝てなくなるんだろうなって思ってやってます。100億目指しますか？そういうのね、全然ないですね。僕はもともとこれで生活できたらいいなとか、1億円にもなるとも思ってなかったぐらいのタイプなんで、来年とかも勝てるかわかんないので全然ですね。引退は4割減ったら引退っていうのは決めてます。だから6割は資産が残る予定です。はい。というのも、その頂点で辞めるっていうのは多分できないというか、めちゃめちゃ難しいんですよね。勝ってる最中で辞めるって多分人はできないと思うんですよ。なのでよく皆さん5億円貯まったら自分だったら辞めるのになみたいに、まあ、言う方多いと思うんですけども、5億貯まる瞬間っていうのは多分毎月何千万とか勝ってるから5億貯まるわけですよね。最後の方ってもう何千万円毎月のように勝ってるってなると、来月もやれば何千万円入ってくるわけじゃないですかっていう計算が立つじゃないですか。毎月毎月勝ってるから5億になってるわけですかってなると、やっぱり辞めないで来月1ヶ月寝てるより1ヶ月やって2000万円とか入ってきた方がいいってなるじゃないですか。なので勝ってる間ってやっぱ辞めにくいので、どっかで負けちゃうというか勝てなくなる時が僕は来ると思ってるので、それがだから4割減ったらやめようと思ってます。その間に上限を増やしていけば残った6割の上限も増えていくので、それでいいかなと思ってやってます。なので、まあ、いつ4割なくなってもまあいいとは思ってますね。それ6割残してやめて、その時にまたその時の年齢とか金額とかに応じてやりたいことをやればいいかなと思ってます。伸び悩みはめちゃくちゃありました。もういつでもあります。もう今でもそうですけど、まあ、悩んで角度変えてまた伸ばして、でまた違う相場になったらまた角度変えて伸ばしての繰り返しですよね。うん。もう毎年やってることは違うんで、もうずっとそれの繰り返しで、どっかででもその通用しなくなる時があって、だから言ったら60歳で同じようにじゃあ好きはできるかっていうと多分できないわけですよ。80歳でできるかって言ったらできないわけじゃないですか。まあ、それは必ずどっかで通用しなくなる時があるんで、ただこうなってこうなっての繰り返しなんで、ただこれがこうの前のここなのか、もう勝てなくなってこうなっていくやつのここなのかの見極めっていうのがすごい難しいと思ってるので、なるべく本当にこうなる時の途中ぐらいで、あ、これはこうじゃないんだっていう、これくらいでやめれると理想なんですけど、まあめちゃくちゃ難しいんじゃないかなと思ってます。うん。